こんにちは、亀さん。ここは溝ですけど、落ちちゃったんですか？亀さん、あえてここを歩いてるんですか？これ上に上がる手段ありますか？これ亀さん、よし、助けよう。今日は助けましょう。ちょっと、ああ、亀さん俺あんま苦手なんだ。よいしょ、よいしょ、亀さん復活亀さん復活しましたね。下の方が良かったですか？もしまた下歩きたかったら自分で飛び込んでください。僕はここまでやりましたからね。もう川はすぐこっちですから。あの緑の向こうは川ですからね。あとは任せますよ。あ、でもこの溝の方が、この側溝っていうんですかね、側溝の方がなんか餌になりそうな虫もいっぱいいますね。出さない方が良かったのかな。これです。亀さん、お、動き出しましたねまた溝に戻るかもしれないですね。亀さん、どうしたいの？下に降りたいのかい？もう半分乗り出してるからね、気をつけないと。もしくは渡りたいのかい？こっち左側、この渡ったら川から離れていくからね。どうしたいんだ？自分でそこまで行ったけど目離した隙にまた自分で落ちましたね。今飛び込みましたね。まあ、でも多分こっちのが餌はいっぱいあるからね。ダンゴムシとか結構。ごめんね、なんか助けたつもりになって上にあげたけど、やっぱここ歩きたかったんだね。じゃあまたね、気をつけてね。大丈夫だね。じゃあ僕はちょっと散歩行ってくるわ。また後で。こんにちは、平山茂です。今日は6月14日月曜日でございます。現在時刻は3時を回ったところですね。今日は月曜日です。皆様、仕事始めという方ね、一日お疲れ様でした。そしてようこそいらっしゃいました。さあ、今日はロト6結果発表ということで買ってまいりました。こちらに買ってまいりました。5口買っております。この後7時に抽選結果発表となりますけれども、今私は仕事の休憩中ということで戸田川緑地に来ております。先ほどまた亀さんにね出会ったり、ヌートリアもまた目撃したんですが、ちょっとヌートリアはやっぱりね、またどっかで陸の方に上がったんでしょうね。ちょっとまた見失ってしまったんですけど、まあ、亀さんはねたくさんいて、今日はなんかあんなことになってましたけども、さっき見たらもう50メートルぐらい進んだところの、そのまた側溝の中の、水たまりでもうグビグビ音を立てるように水を飲んでおりました。はい、まあ、多分大丈夫だと思いますけれどもね。まあ、皆さんも大丈夫ですね。大丈夫ですから、大丈夫。さあ、それではね、結果発表いっちゃいましょうかね。それでは結果発表です。
すいません。ありがとうございました。また明日お会いしましょう。大丈夫、大丈夫。おやすみなさい。おやすみなさい。